1988年のことだ。私はエジプトから来たという。当時私は16歳、進学校を目指す学生だった。本当の幸福がそこにはある。天国へ行くことができればな。具体的にそれはどんな方法なんだ？それは一冊のノートに記録してある。焼却したのは空城ジョリーンの父、空城城太郎。やつの記憶にノートの内容がある。撃たれた。スタープラチナはあの監修が回収する。これ以上の関わりは不要。命令されたのは空城ジョリーン。これしかない。俺にできることは。ジョリーン。魚、カエル、ヘビ、羊の群れが空から降ってきたとの報告があり。まさか天候を操るあいつの能力か。ウェザーリポート。落ち着け。心を平静にして考えるんだ。くそ、800ドルもするズボンにカエルがひっついてきている。命令する。こっちに入ってくるんだ。君が持っているカードキーを私に渡すのだ。俺は助かりますか。助かった。この鉄格子をすぐに開けてほしい。神父様、すぐ誰か助けを呼んできます。待て、どこへ行くのだ。見捨てるつもりか、この私を。すぐに戻ります、神父様。ホワイトスネーク。それなら私の声のする方に来るといいじゃないか。神父様、どこです。神父様。雨が止んだぞ。こんなところを誰かに見られでもしたら非常なリスクを背負うことになるが、ホワイトスネーク、そこからゲート入り口の方へ向かって探すのだ。殺す。この死に損ないが。訓練された電書バトが叱るべき場所にディスクを運ぶ。何も変わりはしない。スタープラチナが戻ってもお前の父親はただのデクノボ。ホワイトスネークの正体を調べてからよ。城太郎のスタープラチナを奪ったのは、刑務所の中庭だけにカエルが降るという異常事態。しかし記憶のディスクを手に入れなくては城太郎の心は戻らない。スポーツマックス、君に頼みたいのはこの骨のことだ。